ーティーの時間さ、バトルと行こうぜ。最新情報、焦げたタイヤの匂いといえば最高に熱いドラッグレースよね。みんなやってるからあなたも試してみて。マジ最高。ロングホーンに向かう。そこで会おう。
定がはっきりしてない。すごい無情な奴らが町に来てる。大枚持ってな。遠慮する。厄介そうですね。その通り。ストリートを荒らすアウトローだが、その背後に誰がいるのかさっぱりわからないしな。ここの新入りかもね。それかスパイク推薦のマグナスかも。おい、下手なこと言って噂になると俺たちがヤバいぞ。よし、マグナスについて解説すると。彼は、おい、やめな。もう1000回くらい聞いた。で、ロングホーンに行くのは誰？みんなだろ。スパイクには先に行かせて練習でもさせよう。黙れ。なんだ。向こうでな。よう、元気か？調子は？うん。マグナス・ウォーカーのことを話さないかな。その男は10歳くらいですでにポルシェに惚れて、そんで今じゃすごいのを何台も持ってる。自分のスタイルを作り上げ、自分の橋まで持っている。マジだ。俺たちもなれるかもな。スパイクブリッジ持ってみたいもんだ。マグナスにとってベンチュラベイはガキの頃から知る庭みたいなもんだ。そこで走ると奴はまるで水を得た魚だ。俺たちもそうなればいい。簡単だよ。道を覚えてこれを作って練習する。わかるか？うん、あら、今日は絶好調じゃないの。マグナスウォーカーのことだけは聞いちゃダメよ。遅いな。話はもう始まってんだ。マグナスに並ぶには腕前を示すしかない。やつを破れば誰もが振り向くはずさ。あ、時間だ。一緒に来るか？手伝ってあげて。ほっとけ、ロビン。わかってる。ドリフトで気を悪くしてなきゃいいけど、今夜はいろいろ予定があるの。気が向いたら来てね。なあ、俺考えてたんだ。聞いてくれ。
マグナスだってスーパーマンじゃないよな。あいつと同じことをすればいいんだ。バブルをこなし、ストリートを覚えて初めて太刀打ちできる。そんな機会があったら連絡する。
ってるの？ものすごく盛り上がってるわよ。ランに出てみて。それと安全にね。それじゃあトップエンドに注意すれば大丈夫だから。
それじゃあトップエンドに注意すれば大丈夫だから。仲間入りね。